夫の高和が目を覚ましたと聞いた。私はすぐに病院へと戻り、真っ先に高和のいる病室へと向かう。やっと目を覚ましたのだ。この時を私は待っていた。心配でどうしようもなかった胸を落ち着かせて、やっと目を覚ました高和の手を握る。本当によかった。心配したんだから。いたわるように血の気のない高和の力の入らない手を握る。冷たくて血の気のない手を見ると胸が痛くなる。生きててくれてよかった。そう安堵する私に高和もいつもより申し訳なさそうな顔をしている。もしも高和に何かあったら、証拠を突き出すことができなくなってしまうのだから。生きている喜びを噛みしめる高和の前に、私は離婚届を突き出した。それを見た娘のゆかは怒りを見せた。お母さんの白状者！介護は誰がするの？お父さんがこんな状態なのに。優しいゆかのことだ。きっと本当にこんな男のことを心配しているのだろう。なんて心の優しい娘なのだろうか。私は感心しながらも、下げずむような目で、呆然とする高和を見下ろした。あなたには、あの女がいるじゃない。ねえ。そう言い放つ私に、ゆかの目が大きく見開かれる。戸惑うゆかに、私は強く高和を睨んだ。今まで散々私にひどいことを言ってきたのだから、もう私が手を貸す必要なんてない。違うんだ。俺が慰めてただけなんだ。本当のことを言おうとしない高和に心底呆れた。そして私はあるものを取り出すのだった。私の名前は富田麻里恵。高校を卒業後に地元の配送会社に事務員として就職。地元で親しまれた古い会社だったこともあって、社員のほとんどが年配だった。そのため、なかなか周囲と馴染むことができず、孤立していた。それに加えて、年配の人たちからの頼み事も断ることができず、押し付けられることも多かった。しかしその時に手を差し伸べてくれたのが、夫の高和だ。優しくて、正義感の強い高和は、自分より年配の人だろうと、堂々と言うことができる人だった。気弱で物申すことができない私にとって彼は憧れの的だ。上司から仕事を押し付けられるたびに彼は私をかばってくれた。会社に入社して3年の月日が流れた頃、仕事終わりに高和からご飯に誘われることが多くなったのだ。知り合ってから数年が経った25歳の誕生日の時に交際を申し込まれたのである。そして交際5年目の記念日に高和からプロポーズをされたのだ。高和と夫婦になり、新居も購入して同居も始まった。なあ、そろそろ子供のことを考えないか？結婚して半年後に高和が真剣な眼差しで言ってきたのだ。元から将来的に子供が欲しいと強く望んでいた。しかし結婚してから仕事が忙しくなっていたため、子供のことはすっかり話さなくなっていたのだ。お互いに年齢を重ねていたこともあって、それから真剣に子供のことを考えるようになった。子供の話をしてから2ヶ月後、私は体調が悪い日々が続き、仕事に行けない日が多くなったのだ。会社を休みがちになり、仕方なく会社を退職して、あまりの体調の悪さに、急いで病院へと駆け込んだ。妊娠2ヶ月ですよ。おめでとうございます。そう伝えてくれた医師の言葉に、私は驚きを隠せなかった。やっと私も母親になれるんだ。そう思うと嬉しくて、頬が緩んでしまう。しかし、私以上に喜んでいたのは、高和の方だった。妊娠が分かってから、高和は、ベビー用品などを買い漁ってくるようになったのだ。早く俺の子供を見てみたいな。楽しみだ。満面の笑みを浮かべながら大きくなった私のお腹をいつも優しく撫でてくれた。一人っ子として育ったこともあってか、高和は
我が子の誕生を毎日心待ちにしていたのだ。妊娠してから数ヶ月の時が経ち、待ちに待った可愛い娘が生まれた。立ち会ってくれた高和は娘を見るなり大号泣して喜んでくれた。その姿を見て彼はきっといい父親になる。そう思えたのだ。これから三人での生活が待っている。そう考えるだけで思わず嬉し涙が溢れた。ゆかが生まれてから高和はゆかにデレデレしていた。仕事から帰宅するとすぐにゆかの方へと駆け寄り、ゆりかごを眺めて嬉しそうに笑みを浮かべる。ゆかはいつ見ても可愛いな。こんなに可愛い娘の父親になれるなんて、俺は幸せ者だ。どこに行くにも一緒について歩いてくるゆかのことを高和は大層可愛がっていた。こんなに可愛い子を産んでくれてありがとうな。一人で育児だって大変なのに。申し訳なさそうに言ってくる高和に私は首を横に振る。確かに育児は大変だが、高和がゆかの面倒を見てくれるだけありがたかった。この人と結婚してよかった。そう思えるほど私の結婚生活は幸せに満ちていたはずだった。娘のゆかが大きくなり、元気で天真爛漫な女の子に成長した。何でも積極的に取り組むゆかを見ていると、私まで元気がもらえた。それから数年の歳月が過ぎていき、たくさんの愛情を受けて育ったゆかは、素直で可愛い女子高生へと成長した。あんなに小さかったゆかも、今では立派な受験生だ。誰かの役に立ちたい、と看護師を目指すようになっていた。高校3年になってから受験に力を注ぎ、必死に勉強に励んでいた。高和も毎日のように部屋にこもりきりで勉強に励むゆかを心配して差し入れを渡しているのを見たことがある。なんて娘思いのいい父親なのだろう。温かい光景を見るたびに嬉しさがこみ上がる。しかし、ゆかの受験が大詰めを迎えた頃、ふと高和の態度に少しずつ変化があったのだ。あれ？こんなハンカチなんて持ってたっけ？ある時、高和の洗濯物の中から見知らぬ可愛らしい花柄のハンカチが出てきたのである。ほのかに甘い香水の匂いまでしてきた。ふと込み上がる不信感に頭を横に振る。きっと何かの間違いだろう。あんなに子供思いの素敵な父親に限って、そんなことはないはずだ。私は自分に言い聞かせるように、それとなくリビングでくつろぐ高和に問いかけた。ねえ、これどうかしたの？こんなハンカチ持ってないよね。そう言ってハンカチを差し出すと、高和は一瞬目を見開いて驚いていた様子だった。しかしすぐに何かを思い出すように声を上げた。ああ、それ？この間、雨降った時に後輩が貸してくれたんだ。今度返さなきゃな、と困ったように笑って頭をかく高和に胸をなで下ろした。少し疑った自分が恥ずかしい。高和に限ってそんなことはないだろう。高和の周りには優しい人で溢れているんだと感心した。そう、あの時までは私は何の疑いもしなかったのだ。それがまさかあんなことになるだなんて。受験まで1ヶ月を切った頃に、ゆかもほとんど部屋から出てこなくなった。受験生を見守る親をテレビなどで見てきたが、まさか自分がそうなるだなんて。部屋にこもりきりのゆかのために毎日夜食を用意しては献身的に支えていた。受験が大詰めのゆかと同じく、高和もまた仕事が忙しくなっていた。毎日帰ってくる時間は日付が変わった頃ばかり。私もなんとか夜遅くまで起きて高和を出迎えていた。しかしある時に、ふといつも通りに深夜帯に帰宅した高和が出迎えた私を見て、顔をしかめたのだ。あのさ、もう別に待ってなくていいから。そう冷たく言い放ったのである。思っても見なかった彼の言葉に一瞬戸惑った。だがもしかして自分のことをいたわってくれたのか、と私はそう解釈してしまったのだ。その日を境に私は高和を出迎えることはなく、
一人で先に寝ることにしていた。けれど私にはある疑問があった。深夜帰宅する高和は毎日のように誰かと電話をしてから家に入ってきていることに気づいたのだ。静かに眠ったふりをしながら寝室から息を潜ませて電話の相手を知ろうとした。しかしいつも玄関先で話を終えてしまうため誰かわからないままだった。女性もののハンカチの件といい何かと少し心残りなことばかり。そのことを高和に聞くこともできないまま、ゆかの受験が近づいていく。その頃には、高和との夫婦関係には、冷ややかな空気感が流れ始めていた。会話も減り、それどころか、私に対する態度が冷たくなっていったのだ。じゃあ、美容室に行ってくるから、留守番お願いね。その日はちょうど、美容室の予約をしていたため、リビングのソファーでくつろぐ高和に伝える。すると高和は私の方を見て強く睨んできたのだ。俺が仕事で忙しい思いをしてるってのに、お前はのんきに美容室か？誰の金でイケてると思ってるんだ。冷たく言い放たれた言葉に思わず耳を疑った。確かに今は専業主婦として収入は高和の給料が頼りだ。それでも今まで一度もそんなことを言われたことはなかった。これからゆかの大学費もかかるってのに、お前に金なんて使えないんだからな。そう冷たく言い放ち、またテレビに視線を向ける。そんな大金なんて使ったことはないし、いつも通りに美容室に行こうとしていただけだ。それなのに高和は、私がお金を使うことが気に入らないようだった。それからも彼は、断ることに、私に冷たい言葉を浴びせてくるようになった。私も徐々に、高和に話しかけるのを控えるようになり、お互いに微妙な距離のまま生活を送っていた。高和との会話がないまま、ゆかの受験当日の朝、受験会場までゆかを送り届けるために車に乗り込んだ時だ。ふと助手席の方に何か光る糸のようなものが目に入った。それを拾い上げてまじまじと見つめると、それは明るい色に染まった長い髪の毛だった。え？これって、誰のなの？顔から血の毛が引いていく。明らかに私は高和の髪の毛ではない。戸惑う私に、後ろからゆかの声が聞こえてくる。私は急いでそれをゴミ箱に放り込んで、何でもない、と笑みを見せた。そのまま受験会場にゆかを送り届けて、家に帰宅した。もし、高和が浮気をしていたら、湧き上がる不信感とともに、頭の中にゆかの顔が浮かぶ。私たちのことを信頼してくれているゆかは、受験っていう名の難しい時期だ。そんな時に高和の不貞を知ったらと思うと、高和を問い詰める気にはなれなかった。それから無事にゆかの受験も終わり、やっと落ち着いた日々がやってくると思っていたのに。お前、その見た目、なんとかならないのかよ。突然身支度を整える私に、冷たい言葉が降りかかってきた。その日は待ちに待ったゆかの高校卒業式だ。私を母親としてここまで成長させてくれたゆかには感謝しかない。そんなゆかの晴れ舞台に私はいつも以上に気合を入れて身支度を整えてた矢先のことだった。そんなみすぼらしい格好で卒業式に行くのか？嫌悪感をあらわにして高和は私のことを見ていたのだ。どうしてそんなことを言うのか、と問いかける私に呆れるようにため息を吐いた。お前、自分の見た目気にしたことあるのか？そんな汚い顔で大事なゆかの卒業式に行くなんて、どんな神経してるんだよ。高和の言葉に私は自分の姿を鏡で確認した。いつも通りの化粧だし、卒業式用に新調した洋服を着た私が鏡に映っている。これのどこが、汚いというのだろうか。首をかしげる私に、高和は大きく舌打ちをする。シワだらけな顔に化粧したって、変わらないって言ってるんだよ。もっとスキンケアとかしたらどうなんだ？こんな汚い母親が卒業式に来たら、ゆかがかわいそうだろ？突然の怒鳴り声に思わず愕然としてしまった。確かに若い頃よりかは年齢を重ねたことによって、目尻や口元に
シワは増えたかもしれない。だけど、自分なりにケアはしているし、それなりに不潔に見えないよう気を使っているつもりだ。それなのに、高和は私の顔を指さして、いかにも気持ち悪いと顔を押しかめる。女を捨てたようなババアが、母親だなんて、優香が不憫でならないな。まるで私が劣化したとでも言いたいような言い方だった。私だって昔のように、エステにだって行きたい。もっと自分だって磨きたい。だけどそんなことができるほど生活費に余裕などないのを誰よりも知っているはずだ。通帳の入っている棚に視線を向ける。最近通帳の引き落とし額が大幅に増えたのだ。ほとんどがクレジットカードでの買い物ばかり。それに加えてブランド名での引き落としだったのだ。今までそんなブランド物を買ったことなどなかったし、集める趣味だってないはずだ。それなのに、毎月のように必ず、クレジットカードでブランド物を何十万と買い漁っていた。車の中に残されていた髪の毛といい、残高の急激な減少にあることがちらついた。どこかで誰かと会ってるんじゃないの？そう示唆する私に、高和は顔を真っ赤にして怒鳴ってきた。俺を疑ってるのか？お前らのために働いてる俺に向かって、浮気を疑うなんて、最低な嫁だな。激高する高和に不信感だけが募る。疑いたくはなかったが、やはり車に残された長い髪の毛を見てしまうと、そう思わざるを得なかった。しかしその日から長い髪の毛やハンカチなどを見ることはなくなった。やはり私の思い過ごしだったのだろうか。そう思うと、少しだけ高和を疑ってしまったのが、申し訳なくなってくる。あんなに娘や私たちのことを考えてくれる良き夫が浮気なんてないはずだ。その日以降、私は高和を疑うことはしなくなった。それからゆかは大学受験に無事に合格。すぐに引っ越しの準備が始まり、慌ただしい毎日が訪れる。寂しくなるね。お母さんも体調には気をつけてね。心配そうな顔をするゆかを、私は強く抱きしめた。やはり、たった一人の大切な娘が都会に行くとなると、心配で胸が張り裂けそうになる。あんなに小さかった子が、ここまで大きくなるなんて。感慨深くなりながらも、必死に涙をこらえて、ゆかを送り出すのだった。大事な娘がいなくなった家の中は静かで、少し寂しさを感じる。久しぶりの高勝との二人きりの生活。あの日以降、浮気を疑うような仕草も行動もなくなっていたため、特に言い合いになることはなくなっていた。今日も帰りが遅くなるから、飯はいらない。ぶっきらぼうに言い放って仕事に出かける高和を見送る。あれだけ言い合いをしたにもかかわらず、まだ話しかけてはくれているのが救いだった。やはり確実な証拠もなしに疑うのは良くない。私はそう心に決めて、高和をもう一度、信じることにした。仕事も多忙を極めているようで、残業ばかりが続いていた。それでも出迎えはしなくなったものの、夕飯だけでも用意はしている。その傍らには、たまにありがとうと書かれたメッセージも置かれていた。きっと何かの間違いだったのだ。時折見せてくれる高和の優しさに胸が熱くなる。娘も独り立ちしたことだし、これからは夫婦水入らず、前のような穏やかな関係に戻れるかもしれない。そんな淡い期待を抱いていた。大学生活は順調？体壊したりしてない？大丈夫？そう問いかける私に、ゆかは困ったように電話の向こうで笑っていた。お母さんは心配性なのよ。私だってもう20歳になるんだから。年齢を重ねようと我が子には変わりない。そんな親の心配をよそに大学生活を謳歌しているようだ。一人暮らしを始めてから2年を迎えて、すっかりと都会にも馴染んだらしい。あそこのお店が美味しかった、などと友人と一緒に出かけた話を楽しそうに教えてくれた。無邪気で可愛いゆかの声を聞くと、やはり元気になれる。お父さんは元気？全然メール返してくれないから心配してるのよ。呆れるようにため息を吐いたゆかに苦笑いを浮かべてしまう。
元気だと伝える私に、ゆかは少し疑った様子だったが、納得してくれた。小さくため息を吐いて、胸を撫で下ろす。本当は高和は、徐々に家に戻ってこなくなっていたのだ。最近ではもっぱら、どこにいるのかも連絡はくれず、帰ってきたとしても、洗濯物を置きに帰宅する程度。久しぶりに、帰宅した高和に、連絡ぐらいはしてほしい、と伝えたこともある。しかし彼は、大きく舌打ちをして、面倒くさそうにため息を吐いた。子育ても終えたんだから、俺が何しようと勝手だろ。そう怒鳴られてしまったのだ。どうしてそんなに冷たいのだろうか。何度も悩んだ結果、高和とはそれ以来、まともに話すことはなくなった。しかし、ゆかとの電話から数日後、その日も高和は一切連絡をせずに、定時になっても家には帰ってこなかった。いつものことか、とベッドに入って目をつむった時のこと。深夜の時間帯だというのに、誰かから電話がかかってきたのだ。怪訝に思いながらスマホを見つめ、電話に出ると、知らない男性の声が聞こえた。富田さんの奥様でしょうか。警察なのですが、旦那様が事故に遭いまして。落ち着いた声で話を続ける警察官に耳を疑った。どうやら高和が交通事故に遭ったというのだ。どうしてこんな深夜に交通事故だなんて。私は急いで指定された病院へと向かう。気の身気のままに病院へと車を走らせる。病院到着後に急いで床にも連絡しておいた。高和が事故に遭ったなんて聞いたら、ゆかはきっと悲しむだろう。不安が募る中で案内されたのは手術室の前だった。どうやら電池をなぎ倒した事故だったようで、高和は意識不明の重体なのだと聞かされた。一気に体から血の気が引いていく。こんな冷たい関係のまま終わってほしくない。湧き上がる不安感に手が震える。一人、手術室前の椅子に座っていると、何かを叫ぶ声が聞こえてきた。お母さん、お父さんが事故って。今にも泣き出しそうなゆかが駆け寄ってきた。どうやら急いでタクシーを拾って県外から来てくれたらしい。事故から6時間後の朝方、手術室から外科医が疲れた顔をして出てきた。私はいても立ってもいられずに思わず駆け寄った。夫の高和は無事なんでしょうか。すがる思いで医者の肩を掴んで詰め寄った。無事でいてほしい。ただそれだけが願いだった。手術は無事に終わりました。ただ、その、医者は顔をしかめて、カルテを見せて説明してくれた。どうやら電柱と車の間に挟まれたらしく、脊髄を損傷したらしい。ひどい怪我ではあったが、言語能力もあり、会話をすることはできると言った。ひとまず彼が、生きていることに胸を撫で下ろす。今までの不安が一気に抜けるように膝から崩れ落ちる床に駆け寄り強く抱きしめる。きっと今まで不安だったに違いない。高和が生きていることに安堵する私たちに数人の警察官が近寄ってきた。旦那さんの事故のことで少しお話が。少し言いづらそうに言ってくる警察官に緊張感が走る。もしかして誰かに怪我をさせてしまったのだろうか。不安になる私に警察官が娘のゆかの方を見てから声を潜めた。少しお時間よろしいでしょうか。娘さんの前ではちょっとお尋ねしにくいことがありまして。困惑した様子の警察官は病院内の大フロアに私を連れ出した。一人の警察官は申し訳なさそうな顔をしていたが、残り数名は何やら私と目を合わせてくれない。高和はどんな大事故をしてしまったのだろうか。湧き上がる不安感に胸を押さえながら警察官の話に耳を傾けた。実はその、旦那さんの容態が良くなった時にもう一度事情聴取をお願いできないかと。思わず警察官の言葉に耳を疑った。どうしてそんなことになったのか。湧き上がる不信感に彼が何か悪いことでもしたのかと警察官に詰め寄った。すると警察官は小さく息を吐いてあるものを見せてくれた。パトカーにつけられている
ドライブレコーダーの映像だ。どうやら深夜12時に公園の駐車場に無断駐車している車があると通報があったらしい。そこで警察官が向かうと高数の車が止まっていたそう。不審車両ということもあって、警察官は話を聞くために声をかけたようだ。車内にいたのは寄り添ってスマホで映画を見ていた高数と女性だったらしい。警察官が窓をノックしたところ、助手席に乗っていた若い女性は驚いた様子で逃走。運転席にいた高数は驚いた拍子にブレーキとアクセルを踏み間違い、急発進したというのだ。そして公園の電柱をなぎ倒し、衝突したのだと、警察官は言いづらそうに教えてくれた。絶句する私に、警察官は肩を優しく掴んで、慰めてくれた。どうやら隣にいた女性も、すでに警察官が保護して、事情を聞いているという。そして写真を見せてもらうと、そこには私の知らない、若い女性が写っていた。彼女はその、旦那さんの恋人、と言っておりまして。その時に、ふと気づいたのである。車の助手席に落ちていた明るめの長い髪の毛が動画内にいる女性と同じ髪色だということに。湧き上がる怒りに、私は警察官にドライブレコーダーの動画と写真を渡してほしいと頭を下げた。最初は戸惑った様子だったが、私のためにも必要なのだと必死にお願いした。彼らは私の必死さに折れた様子で証拠をすべて渡してくれたのだ。私は警察官へ深々と頭を下げ、高数が目を覚ました時に連絡をすると伝えた。今までだってあの女性を車に乗せて相引きを楽しんでいたのだろう。ふつふつと湧き上がる怒りにもう我慢の限界だった。私はその日のうちにあることをするための準備に取り掛かる。高数の入院用品を家に取りに行くとゆかに伝えて、私はある場所へと向かった。小さく息を整えて、私は弁護士事務所へと足を運んだ。そして警察から譲ってもらったドライブレコーダーの映像を渡し、慰謝料請求の依頼をした。親身に話を聞いてくれた弁護士は、すぐに対処してくれると言ってくれたのだ。心強い言葉に、私はもう一つ、やるべきことをするために、とある場所へと向かった。そしてもらった書類を、すべてカバンに詰め込み、準備を整える。それからゆかと交代制で、高数が目を覚ますまで、お見舞いをし続けた。手術から一週間後、高数が目を覚ました。すると、お見舞いに来ていたゆかから連絡が届いたのだ。私は家事を済ませてから病院へ行き、病室に入ると、ぼんやりと私を見つめる彼と視線があった。悪かったな。迷惑かけて。弱々しく言ってくる高数に、苛立ちがこみ上げる。私は小さく深呼吸して、ベッドの傍らに置かれた椅子に腰掛けて、高数の手を優しく握った。体、痛いでしょ？こんなに辛そうな体になってしまって、かわいそうに。いたわるように優しく手を握る私に、高数の目にも涙が浮かぶ。そして私の手にもう片方の手を重ねて、弱々しく握ってきた。これからは、お前にも迷惑をかけると思うが、よろしく頼むな。何が、よろしく頼むな。よ、冗談じゃないわ。私は、高数の手を払い落とし立ち上がって、彼を睨みつけた。私があなたの面倒を見ると思ってるの？ふざけないでちょうだい。私は介護なんてしないわ。突然立ち上がって、怒りをあらわにする私に。隣にいてゆかは顔が真っ青になった。お母さんの白状者！介護は誰がするの？お父さん、こんな状態なんだよ。それなのに。私の肩を掴んで怒るゆかに小さくため息を吐く。私はこんな人の面倒なんてごめんよ。あの女がいるじゃない。ねえ。私の言葉に高数は顔をしかめる。何が何だか分かっていない高数に、私はカバンから用意をしていたものを取り出した。そこにはすでに私の名前が記入されていた離婚届。そして警察官からいただいた動画から切り取った写真も一緒に並べた。どうやらあの女性は
高和の職場の後輩で、近藤かなというらしい。数ヶ月前から交際をしているというのを弁護士から聞いたのだ。すべてのことを知ったゆかは、顔を真っ青に染めて、愕然とした様子で高和の方を見た。どういうことなの？ねえ、誰なのこの人？困惑するゆかに顔色の悪い顔をさらに青白くして、高和は声を張り上げる。違うんだ。その、彼女が困っていて。俺が慰めてたところだったんだよ。焦りを見せ始める高和に、もう我慢ならなかった。散々人のことを馬鹿にしてきて、今更面倒見ろだなんて。言い訳を並べる高和に、私はお腹を抱えて笑い出した。警察の人が言うには、あの人、あなたのことを恋人だって言ってるらしいけど。そう尋ねる私に、口をパクパクとさせて、言葉に詰まる高和。あの女め、簡単に言いやがって。お前よりも若い女の方がいいに決まってるだろ。誰がお前みたいな年間と一緒にいたいって思うんだよ。本性を表すように動かない体の中から怒鳴るように叫んだ高和の言葉に呆れ返ってしまう。そんな高和に由香は大きく息を吸って声を上げた。もう知らないわ。お母さんって人がいながら私と年齢の近い女と浮気するなんて最低よ。金輪際あんたを父親なんて呼ばないわ。二度と連絡して来ないで。そう言い残して病室を飛び出したゆかに高勝は追いかけようとする。しかし半身不随のため全くベッドから起き上がることができなかった。唖然としたまますぐに私の方を見た。さすがに娘に絶縁宣言をされたことが答えたらしい。捨てないでくれ。なあ、頼むよ。お前だって俺のこと、かわいそうって思うだろ？そう言って、叫び散らす高和に、心底呆れた。ここまで自分のことしか考えていない男だとは、思わなかった。私は高和の目の前で、離婚届を見せる。かわいそうにね。私にも見捨てられて、娘にも愛想つかされるなんて、冷たく言い放った私に、高和は涙を流して、何度も離婚はしたくないと叫んだ。しかし私が慰謝料の話をすると泣き止み金がないと言った。そうだろうと思っていた。今までの生活費はすべてあの女に貢いでいたことは弁護士から聞いていたのだから。クレジットカードでの引き落としが多かったのもすべてあの女にブランド物を買い与えるために使っていたというのを。最近ではあの女にローンを組んで車まで買い与えていたというのも弁護士の調べで判明している。私は離婚届にサインをするなら、慰謝料請求をしないことを伝えた。彼はすぐに私の言葉にうなずき、震える手で何とか離婚届にサインをする。離婚届をもらい、それをカバンにしまい込んだところで、あることを思い出した。そういえばね、警察の方があなたが目を覚ましたら、事情聴取を取りたいって言ってたから、伝えておくわね。そう笑顔で言い放つ私の言葉に、高和は、待ってくれ、と叫んでいたが、すべて無視をした。後日、弁護士を通じて、カナに慰謝料請求と、高和の介護要求をしてもらうことに。しかしカナは、それらをすべて拒絶しているらしい。私は仕方なく、高和の職場に、二人の不倫の写真と、慰謝料請求をごねていること。それに加えて、事実内容を事細やかに書いて送ることにした。それから数日後に会社で全てが明るみになってしまい、慰謝料を支払わないことを上司に咎められたようだ。仕方なく慰謝料を支払うことを承諾したらしい。しかし上司から叱られたのはカナだけではなく、高勝もまた上司にお叱りの電話がかかってきたようだ。二人は上司に怒られたことで喧嘩に発展し、お互いに責め合っているそう。その結果カナは職場で居場所を失い、退職したらしい。だが退職しても、高勝がカナを必要に追い立てているというのだ。私が介護をしないため、カナに介護をするように何度も連絡をしているらしい。そのせいでカナはノイローゼになり、家に引きこもっているのだとか。高勝もまた、無断駐車での罰金の未払いと、
社内恋愛禁止の会社での不倫行為に会社をクビとなった。病院代や入院費などで出費がかさみ、貯金も底をついたのだと言って、何度もゆかに連絡をしてきているのを耳にしていた。しかしそれはゆかだけではなく、私に対してもだった。しかしすべて着信拒否をして、一切の連絡を取ることはしなかった。家族からも見放され、まともに体も動かない高数は、新しい職を探したらしいが、なかなかうまくいっていないのだという。弁護士の話では、仕事を紹介してくれた人にも偉そうな態度をとっているらしく、人間関係もうまくいっていないのだそう。そして周囲とも孤立してしまい、今では誰とも連絡を取っておらず、憔悴しきっているのだとか。一方で私は、高勝との関係を一切断つために、家を引っ越し、新規一転、新しくマンションを借りて、一人暮らしを始めることになった。そして新しい職にもつき、花屋で働くことに。誰にも縛られることのない、清々しい気持ちで働けることに、幸せをかみしめる。そして高勝と離婚して3年の時が経った頃、ゆかも大学を卒業し、私の住んでいる土地に就職し、また一緒に住むことになった。家族水入らずでの幸せな毎日を、私は日々噛みしめるのだった。